これは強敵だな。もっと冷静になることです。さあ、行くぞどう料理してやろうかのう。ううのうさあ、今日も取っていきたいと思いますね。えー、この YouTube チャンネルはですね、この冒頭にですね、えー ソロ版関係の告知を、えー、いろんな告知をしております。大会や勉強会やですね、えー、そういうような告知をしておりますので、ぜひぜひ、あの、何か、えー、こういうことをやりたい、えー、やってますよ、やりたい、やる予定がありますよという方はですね、えー、ぜひ、あの、バンバン告知させていただきますからね、あの、ご連絡ください。はい、えー、今日はですね、英語の読み上げ座の勉強会の告知ですね、いよいよ本日、えー、日曜日なんでね、本日の夕方5時から、えー、 英語の読み上げ座のズームを使って勉強会を開いていただけます。えー、来年の春4月の1日にですね、英語読み上げ座競技全国大会を開い、えー、全国大会が開催されます。えー、その実行委員のメンバーの方々がですね、えー、やってくれてる、その英語の読み上げ座のレベル、えー、底上げを図ろうということでですね、えー、毎月、えー、入れ替わりで先生があの変わって、えー 英語の夢芸座の練習会を開いてくれてるんですね。で、今月はフォルト先生ですね、今日夕方から登場ということでですね、ゴリ先生もしっかり参加させていただきますからね、ぜひ参加してみてください。まだ間に合うんじゃないかなとは思うんですけどね、ぜひ参加したいよということは LINE のオープンチャットに登録してみてください。本日の Zoom の ID、パスワード、さらにその来年の4月1日のですね、全国大会、 こちらのですね、えー、告知情報、えー、は真っ先に多分この LINE のオープンチャットが一番早いと思いますので、えー、登録してみてください。非常に匿名性高いですからね、LINE のオープンチャットって。えー、ぜひぜひ気会出なく参加してみ、えー、参加してみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。本日のテーマですね、ソロン学習、生徒が辞める時のお礼の言葉で一番嬉しかった内容ということでお話ししていきたいと思います、えー。年末にもなってくるとですね、だんだんあのー、 来年の春に向かって、そろそろ習い事の入れ替えを皆さん始めると思うんですね。で、そこで、しっかり、あの、長い間ありがとうございますというふうにですね、毎回、保護者の方と生徒も一緒に来てですね、お母様と生徒が来て、お礼を言っていただけると。で、いろんな、あの、お礼の言葉をいただくんですね、あの、おかげさまで、算数がとか、計算がとか、え、集中力がつきました。 とかですねあのいろんな楽しい思い出ができましたとかいろんなことを言われるんですけどその中でですねその中でえー、一番ゴリ先生がベストまあ順位をつけちゃまずいんですけどねあの俺の言葉はもう全てが全てがありがたいですし全てが嬉しいんですけどもあの そうは言っても正直一番一番ちょっと心に来たなというのがありますんで、それをちょっと話していきたいと思います。えー、結論からですね、あの、こう言われたんですね。本当にあの、まあ、小学校2年生ぐらいかな。小学校2年生ぐらいから、えー、中学校2年生までやっていただいた生徒に、えー、言われた言葉です、この前。 あの本当に最近言われたばかりなんですけど、あのお母様から、えー、本当にこの教室に、えー、来たおかげ本当にこの教室のおかげで、行動力が、行動力がつきました、ここまで行動できる子にあのなったのは、本当にこの教室のおかげですって言われたんですね、そろばん教室なんですよ、そろばん教室で、ゴリ先生が教えたのは計算なんですね、計算なんです。 えー、集中力がとかですね、えー、忍耐力がってよく言われるんですけど、えー、計算が速くなりましたとかね、えー、数学が得意になりましたとか、算数ができるようになってきました。なんて言われるんですけど、えー、その保護者の方からはですね、本当にこの教室に通って、通わさせてもらって、えー、行動力が、ここまでの行動力がつきましたって言われたんですよ。めちゃくちゃ嬉しくてですね、で、まあ、 あの理由まあ、なんで、えー、行動力、なかなかそろばん教室に来てね、えー、行動力っていうのはあれなんですけど、まあ、思い当たるところがあるとするんであれば、えー、その彼はまあいろんな大会に出てましたからね、優秀な選手でしたから、でいろいろと連れてってました、あの遠征にもですね、えー、東京だったり千葉だったりとかですね、そっちが、まあ、あの都心部が中心ではあったんですけど。 で、えー、いろんなところ、ま、あ遠征に大会行った後にですね、やはりま、あご褒美で、えー、食事をしてみたり、えー、せっかく都内行くんだったらですね、えー、ちょっとま、あこういうようなところがあるんだよという社会勉強的なこととかですね、あとはま、あ千葉行った時に、あの、栃木ですからね、えー、海なし県ですから、せっかくなんでちょっと海見ようかとかですね、あのー、いろいろして、で、 さらに、まあ、大会で何百人、えー、という大会の中でですね、あのーまあ、多分緊張もしたでしょうしね、えー、それでもそんな中で賞を取る、そういうところが、あのー、要は積極的に自分から動いていかないと、えー、何も道は開けないんだっていうのは、もうそういうような大会で学んだんじゃないかなと思って。で 行動力ここまでの行動力がつきましたって言われたとでなんでゴリ先生それが行動力っていうのが一番嬉しいかっていうとその社会に出てですねまあぶっちゃけいろんなその数学とか算数とか計算まあそろばんの知識よりもですね もう何が一番、ゴリ先生、社会に出て生き抜くために必要かって思ってるかっていうと、行動力なんですよ。本当に日々、このチャンネルでも言ってますけど、こう自分から自ら動ける力、えー、発信する力であるとか、会社を立ち上げる力でもいいんですけど、新規の事業をやる行動力であるとか、すべてのものに行動力って、全部根本の原動力になるのが、本当にその行動する力なんですよね。逆に 行動力さえあればですね、行動力さえあれば、本当にいろんな困難、えー、必ず困難はぶち当たってきますから、えー、それをこう打開する、乗り越えるのもやっぱり行動力なんじゃないかなというふうにゴリ先生思ってたんで、それをですね、そろばん教室で教えることができてたんだ。あの、全く、えー、意識をしてなかったんで、自分の中で。めちゃくちゃ嬉しかったんで、ごめんなさい。ちょっと自慢のような動画になってしまったんで、あれですけど、 あのー、本当に、えー、言いたかったなこれは嬉しかったなと思って思わず動画にしてしまいました失礼しましたはい、えー、本日もですね、えー、最後までご覧いただきましてありがとうございます感謝ですそれではまたお会いしましょうバイバイズームを利用してゴリ先生と何でもお悩み相談ができます興味がある方は是非概要欄をチェックしてみてください